ジョージ・ウィリアム・リトラー・ギャレットは、イギリスのキリスト教聖職者で発明家、潜水艦設計のパイオニアである。ギャレットは、アイルランド生まれのイングランド国境会牧師保の息子として、マンチェスターのモスサイドに生まれた。ロサール校で、初等教育を受けた後、マンチェスターグラマースクールに進学、その後マンチェスターの応援カレッジで科学と一般科学を学び、さらに、 ダブリン大学のトリニティカレッジで学んだ。その後、マンチェスターメカニクスインスティチュートのアシスタントマスターとなり、直後に学士号を取得した。1873年、ギャレットはケンブリッジ神学試験に合格し、父の教区の牧師補となった。ギャレットが設計した潜水艦リサーガム2のスケッチ。ギャレットが設計した オスマン帝国海軍のノルデンフェルト式潜水艦、アブデュル・ハミトは、水中から魚雷を発射した、最初の潜水艦である。1877年、ギャレットは、潜水服を発明し、セーヌ川で、フランス政府に対するデモンストレーションを行った。当時の関心の一つに潜水艦の軍事利用があった、ため、ギャレットは、ギャレットサブマリンナビアンドニューマティフォー株式会社を、 設立し、マンチェスターの事業家から1万ポンドを集めた。1878年、全長14フィート、重さ4.5トンの人力スクリュー推進潜水艦、リサーガムアイを作成。続けて、翌1879年には、より有名なリサーガム2を作成した。リサーガム2は、全長45フィート、排水量は、水上で約30トン。 水中で38トンであり、蒸気エンジンを使用した。先行する前に、ボイラーを停止させる必要があった。これは、実用的とは言えなかったボイラーによる、加熱のため、潜水艦内部は非常に高温となり、また他の冷明期の潜水艦設計者たちと同様に、長軸方向の安定性の問題を解決できなかった。リサーガム2は1880年に栄光中に、 沈没してしまったが、スウェーデンの実業家である、トールステン・ノルデンフェルトの関心を引き、十分な出資を得ることができた。ギャレットとノルデンフェルトは、ギリシャ海軍向けに1隻、オスマン帝国海軍向けに2隻の潜水艦を建造した。ギャレットは、オスマン帝国海軍の名誉少佐の地位を与えられ、トルコで潜水艦の試験を行った。全艦ともに安定性の問題に苦しんだ。 ロシア帝国海軍向けにも潜水艦を一隻建造したが、開港中にユトランド半島沖で座礁してしまい、ロシアは代金の支払いを拒絶した。その後、ギャレットとノルデンフェルトは関係を解消した。ギャレットはアメリカに移住したが、フロリダ州での農場の失敗のため、貯金をすべて失った。このため、アメリカ陸軍工兵隊に入隊し、伍長に昇進した。 アメリカ国籍を取得し、1902年にニューヨークで死亡した。ありがとうございます。